ブレストが来たー、わーわーだよね。うん、私たちジャマトにも開かれた街を、いいね、いい場所ってことやね。つまりね、何かあればいやいやが全然話しかけるかけていくよね。おかみさん、そろそろお酒の在庫がなくなりそうですよ。あらやだ、まだまだお客さんをこれから来るためにちょっと買い足してきて。おかみさん、人扱い偉いよ。まあ、なので、何かあれば、まあ、見せる程度でいいかな。なあ、もうの、まあ、さっきのやつね。で、指令？ほらほら、そこの奥さん、今日の夕食にどうだい？奥さんって誰に向かって言っていいのかな？もしかして、シオン？どこに行きゃいいんかな？ああ、何かあるやん。もうこういうことがあるからな。ちょっとね、探索はね、やめられないのよね。そういうことよ。あいつなら大丈夫だって。ちゃんと10秒に医療施設に送られたんだし、本当になると、あの人すごく悪い、具合悪そうだった。リュナの技術で作られた技術なんだ。きっと大丈夫だって。でも、何か言いますね。ここの眺めすげえよな。あんな森の上にこの町は建っているんだぜ。こんなでっかい建物が残ってるのにびくともしないんだ。ここが地の国だからだって、総工兵のおっちゃんが言ってた。そっか。倉庫兵のあっちゃん言ってたか。お、誰かいるね。なんかよ。用がねえならあっちに行ってくれる？私今忙しいの。ごめんなさい。ごめんなさい。平和だね。平和だね。ティオハレム様。ずっとこの国にいてくれるのかな。いるといいな。そう、めっちゃ俺も思う。うん。何かあったんだろうか。うん、あったんやろな。イライラされてるもんな。あの、町の外からいらした方とお見受けしますが。ああ、確かに外から来たか。不備で申し訳ありません。巨著のガン、牙。岩牙。お祭りないでしょうか。町の外にいる狼のようなズーグルの牙なのですが、ズーグルの武器でも作るのか、まさかそんな。その牙は毒に反応して変色する性質があるんです。それを用いた食器が宮殿で愛用されているので、お納めしたく思っていたのですが、宮殿は毒を盛られる危険があるのか。レナは管理された階級社会よ。そんなことがあるとはそうそう思えないんだけど。はい、私も聞いたことはありませんが、新規のものとして昔から献上されているんですよ。この家の方に手伝っていただこうとしたのですが、あいにく今は手一杯だそうで。もし、お持ちなら、4つほど譲ってほしいのです。うん、渡そう。それなら渡せるぞ、うん。ありがとうございます。これで食器が作れます。あんたが作るのか。今度作るところを見せてくれないか。もちろんです。お時間あなたにいらしてください。よかったら、この素材と技術で武器なんかもあるね。いや、なんでもない。じゃあ、俺たちはこれで。はい、本当にありがとうございました。やったね。お金が増えていく。ズーグルの木はいい武器になるだろうに。何でも武器に結びつけるのやめなさいよ。やめなさいよ。シオンだって食べ物の話だと人が変わるじゃないか。うん、あ、言っちゃった。あ、1つ2つ3つ4つ、あ、1つ足りない。あ、なんやろ、妖怪がしそう。こら、別のゲームになっちゃうから。お、何か来たぞ。地のスルド。この国のスルド、デュオハリムについて、誰か知っていることはないか。そういや、シスロデンにいた頃、傍術使いだって聞いた覚えがあるな。傍術？よく知らねえけど、長い棒切れ振り回して、突いたり叩いたりする武術らしいぜ。あとは、草だか木をどうとか、なんだったかな。草？メダンシュは地の精霊力を集めているはず。なら、植物に関わる能力ということかしら。人物についてはわからないか。もう少し情報が欲しいところだな。そうだな。確かにそれはいい。どうした？
寄り添ってんのかな。なんやろな、ほんまにいいとこやんな。ずっと続いてほしい、この国。じゃあ行こっか。向こう側ね。何もなかったから。お、このな、ここか。ティアハリム様のためにも綺麗な花を咲かせなくちゃ。どうかしたのか。いや、あそこで植木の世話をしている彼女にどう話しかけたものかと。旦那人のくせに急に話しかけるんじゃない。そうそう、言う。あかんやろ、それ。その名にまさかタリオから来たのか。こんな調子で無制限に受け入れ続けて、すると学科はどういうおつもりなのか。何もないといいけどな。やあ、どうも。珍しく移住を希望される方ですか。確かに住み心地良さそうな街だ。そうでしょう、でも。私たちも誇りに持ってるんですよ。移住の手続きはいつでもできますから、じっくり市内を見て回ることをお勧めします。なんなら宿泊中だってあるし、慌てて決めることはありませんよ。移住希望者がこの街で暮らしたいというなら、そこの民生局員に申し出るといい。万事うまく取り払ってくれるから、安心したまえ。そうなんよね。あ、何かあるぜ。ん？私が着ている服が気になる？これ、私が自分で買ったのよ。信じられる？昔と違って、ここには私たちならもう働いた分だけちゃんと報酬をもらえるの。それもこれもみんな、テューハリム様のおかげだわ。なんやろ、めっちゃ人として、寛大な人なんやね。俺めっちゃそう思う。出なきゃ今度こそ突然と思う。この服は修練場だ。望めば誰でも鍛錬に臨むことができる。が、気が怖いならやめておくことだ。ちょっと入っていこう。修練場ね。入るべき。場所ではある。ね。クエストクリア！ナイス！さて。何が起こるんかな？意外と普通に修練場か。やっぱりちょっとここだけ雰囲気が違うな。修練といっても戦う場所には違いないもの。誰でも腕試しさせてくれるんだろ。いいじゃねえか。細かいこと抜きで行こうぜ。行こうぜ。せやね。我々この兵はここで日々彼過酷な訓練を重ねて鍛え続けているのである。凶暴なズイグル相手に一歩一歩ちぎっては投げ、ちぎっては投げ。ああ、さすが、選ばれてこの辺になる人は違うね。あの人、ああしてずっと喋ってるけど、受付に行くの見たことないのよね。言いたがりなだけやな。喋りたがりな人ってことや。あ、誰かある。やるぞ。今度こそ挑戦するんだ。特訓だってしたんだ。絶対にやれる。ああ、でも喧嘩したらどうしよう。大丈夫、大丈夫。へへへ、拳が火の玉にみたいに熱い。今なら上級だっていけそうだぜ。また酔っ払って、やめてくださいよ。古来兵団の入団式落ちたの忘れたの？拳が熱いのはさっき髪を殴ったせいだ。悪いこと言わないからし、せめて初級にしておけ。誰だこいつ、こいつやるな。面白いな。シャドーボクシングかな。お、お前な、装甲兵の武器持ち出して戦おうなんて無茶もいいとこだぞ。だってよ、兵隊さんたちの武器、大きくて強そうだったから。寸法考えろ、寸法。言えてる。そうこそビスキランドが誇る修練場へ。ここは、悪なき修練と精神、鍛錬とし、精神を求める。求道者たちの聖地。来る者は雲を持つ、去る者は追わず。ただ高みを目指す者は受け入れるのみ。皆まで言わずともよ、わかります。あれも道を。メントスローホッスルモノ。ならばどうぞ、挑みなさい。本はあらゆるものに開かれていますわ。個人戦だ、集団戦。あ、そんなあるんや。個人戦ちょっと、アルフェンで一回行ってみようか。あ、こういうのと寝るようになるんや。これはちょっと、初級だけあってね。あとは、裏で。たっぷり、時間かけてやっとこうと思うよ。怖い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 。
おお、怖いな、もう。見えない、見えない。危ない。おい。怖っ。危ない。怖い。た、当たる。あ、ミスった。やれよか。あ、当たらんかな。あた、うわ、いた。向こうの攻撃は当たるんかい。あぶね、当たるよ。うん。で。やべえ、死んだ。待った、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。なんで、なんで今やってたのに。いた、うわ。怖いな。嘘、まだおんのかよ。それ聞いてないわ。怖っ。危ない。怖っ。終わった。うわうわあ、なんでだよ。なんでだよーってなるよね。ほんまな。ちょっと待って。終わらせる。こいつらちゃんとやる。ちゃんとやるわ。怖いな。怖い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 。やばい。うおー。アップねー。怖いな。おお。マジやば。おーい。あ、出せる。無理無理、ここが無理。まあいいや、まあいいや、まあいいやってなりました。まあいいやってなりました、ほんま。ちょっと待って、これきついんやけど。まあ22でやるべきことではない気がしてきたね。いろいろとね。初回クリア報酬。牛の円結か。結構色も取れんねえ。おそらく。ちょっとやりたいけどね。厳しいんだよね。うん。もうちょっとね。整ってから来るわ。宮殿に何か用か？用があるならそこの棚に尋ねるがいい。ここはエリディメランシアのシルド・キオハリム様の宮廷アウテリーナ宮殿でございます。建物内への立ち入りはシルド許可の閣下の許可を得た者以外禁じられております。どうぞお引き取りください。あー、引き取るな関係。マジで、え、どこ行くんなら。あ、まだ行ける、まだ行ける、まだ行くとこある。それは知らなかったな。今初めて知った。あれ？誰かおるやん。うんうん。怖い。くれぐれも誘わぬないように。わかった。もう行った後やけど。あ、何かあるやん、まだ。ちょっと待って。何か、危険を感じる。誰かが助けを求めているんじゃないか。うん。助け求めとったね。おう。あんたたち、街道を通ってきたよな。あいつにはやらなかったかい？あいつ？空を飛び回るでっかいズーグルだ。たまに降りてきては、ただ人やズーグルを見境なく襲う。ズーグルも襲うのか。とんでもない奴だな。そう、とんでもないんだよ。この町の兵士も手を焼いていてね。強気をかけて奮い立たせてはいるんだが、みんなお手上げさ。気をつけて。
そいつは大変だな。おっさん気をつけろよ。ああ、うん。一回やってみたかったけど、あ、なるほど。あ、受けとこ。受けるだけ受けとこ。あいつ、もう、これでもういいよ。なんとかしよう。よし、その続く俺たちがなんとかしてやるよ。本当かい？確かに売りは立ちそうだが、任せとけって、飛んでる奴なんて、こっちはババーンって打ち落とせるからな。シオンが、勝手に当てにすると怒られるぞ。それじゃあ頼むよ。あいつは、トラスリーダーガイドを飛び回ってる。普段はそれだけないんだが、いざこざを見かけるとちょっくり出してきてな。つまり他のズークルと戦っていると割り込んでくるということか。そういうこと。さすがの送り良さそうな顔してるだけあるな。じゃあ行ってくるぜ。きっちり、賞金を用意しとくよ。もちろんだとも。よろしく頼むよ。ああ、いつか。我が同胞か。我が同胞か。そうか。こっちか。賞金なんて、何に使うつもりだ。そりゃもちろん、腹いっぱい行くんだよ。なら、腹いっぱい。シオンも協力してくれそうだな。ダメ。最近なんかだるさが抜けないんだ。そんなに飲んだわけでもないのに。なんでやろな。それは誰も知らない。こっちやったか。そちらでもう現在封鎖されているので通れませんよ。この道危険な隣国に通じているだけですから。通りたがる物好きもいませんがね。ああ、そうなんやね。ああ、ここやったか。お兄ちゃんたちここに引っ越してきたの？お父さんに聞いたんだけど、昔はいっぱい重いものを運んだり、痛いことされたりしたんだって、ちょっと信じられないよね。どこの話だろうって感じ。うわ、隣国とか見たらめっちゃええってなると思うで。めっちゃええってなると思うで。アルフェンとかも実際そんな感じだと思う。今でこそ、自ら前に進む意志を。ちゃんとね、やってはいるけど、こっち？あれ？誰？あ、ようやくたどり着いた。輸送橋と名高いビスキートの都に。おじいさん大丈夫？すぐ誰か呼んできてあげるからね。ああ、あとここか。おっちゃんの鎧かっこいい。俺にも着させてよ。我々、装甲兵の甲冑は確かに、じゃらな君にも扱うことはできる。だがどうしても、まずはもっと体を大きくしないとな。じゃあ俺、頑張って大きくなる。約束だよ。なんやろな。ダナ人とレナ人がね。信じられねえけど、ダナとレナが仲良くしてるな。レナに命令されて、演技してるのかもよ。だとしても何のために？私たちを騙すためだとしたら、大掛かりすぎるわ。もう少し街を調べてみる。まだ見ていない場所がありそうだ。ありそうだ。え、私が何をしているのかですか。これは植木のお手入れをしているんです。フェアリアを下るとチョアハリン様の望まれるような美しいお花は咲きませんからね。驚いてますね。ここではそれもこれも立派な仕事なんですよ。国が違えば。今日はお父さん、採石場で働いてるの。僕のお父さんもだよ。僕も大人になったら手伝うんだ。いいね。なんだろう。もうずっとこの国ずっと続いてほしい。栄えてほしい。ずっとこのまま栄えておいてほしい。どこに行くんかな。で、どこに行くんかな。ん？さらにビスキント内を見て回る。え、どこに行くんこれ。見て回るって。ないけど。ないよね。こちら側だったよね。確か。見えたで。見えたで。いた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 。困っている人はいないか。何にでも首を突っ込まないでって。しょうがないじゃないか。お金もらえるんだから。どうすんだ大丈夫か。で、美食家のじいさんか。おお、炎の剣の兄ちゃん。血しろぎは以来じゃんの。腹が減ったんじゃ。またか。さっき拾ったキノコ。かあ、何も分かってらんな。というか、何を食べさせようとするんじゃ。いや、結構いけるぜ。ボス、買い物知らずじゃのう。そんなことはどうでもいいんじゃ。わしは、ここミスキンドにやってきてな。
入念な聞き込みを聞き込みとちょっとした潜入でついに宮殿のマルヒレシブを手に入れたんじゃ。じゃが材料は足りなくてのどうじゃ持ってきてくれんか。いやその前に潜入とか言ってなかったか。おう肉は好きか。おおそれはもちろん。わしがくすねたレシピはビーフシチュー、牛肉が主役の極上料理じゃ。いや今くすねたって。どうじゃ材料を持ってきてくれんか。アルフェンこのじいさん怪しいぜ。まあレシピを調べただけみたいだし会話ないんじゃないか。シスロディアにいた日々の目とやらを真似てちょいちょい言ったんだ。マジかよ。必要なのは牛肉とじゃがいも、それにキノコとトマトじゃ。持ってきてくれるか。それなら持っている。その材料なら持ってくるぞ。いや、このレシピどれにビーフシチューを作ってくれ。やっぱり俺が作るのか。期待してるぜ、あれね。期待されちゃったぜ。ローニー、作るしかねえじゃないか。男料理というもの。ね。なあ、まだできねえのかよ。レシピには5時間煮込むと書いてあるんだ。5時間?肉なんて焼くだけでうまいじゃないか。そんなこと言うなら坊主に起きてやらんぞ。なんだそれ。よし、やっとできたぞ。おお、なんと美しいだね、素晴らしい香り。ではいただこう。これは超ジャッジビビ大国ゴールデンエイジ、全然味が伝わってこねえな。言えてるだな。何か増えてるような気もするが、まあいい。ローも食べてみてください。おどれどれ。なんだこの下でもとほどけそうな柔らかい肉。野菜と肉の旨味が詰まった濃厚なソースと絡まってとんでもないとんでもなく深みのある味だ。これはまたでっかくて本来の味を楽しめる野菜がいい具合の箸休めになっていられる。おいやべえぞ。この回一辺倒じゃなくて考え抜かれたこの皿、まさに宮殿みてえだ。じいさん、ローに弟子入りした方がいいんじゃないか。かぁ、やっぱり何も分かっとらんな。ペラペラ口ばっかり回りよって、うまさとは体全体、いや正しいで表現するものなんじゃ。見たか、このわしの動きを、このキレよ。もちろん目ん玉に見開いてしかと焼き付け行くぞ。超分かった分かった。俺が悪かったから落ち着いてくれ。ああ、なんだけ。まあ、なんですよ。舌は満足しよう。もうこれ以上思い残すことはない。わしはさらなる美食を求めていくぞい。じゃあの。何だったんだろうか。まあ、ビーフシチューのレシピもらえたからいいや。嵐のようにやってきて。ついたソースを拭こう。あ足をかわいい。もうおまかせるやないか。おまかせるやないかい。ほんまにな。で、どこ行くんやろ、ほんまに。こっちかな、やっぱ。あ、席。あ、ここ通れるようになってるやん。採石場で働いているみたいな。行ってみようよ。うん、行ってみようかな。ちょっと言ってしまった。お、ここを渡るとラズーム採石場だ。行くのは構わないが、間違っても破水域に落ちたりはしないように。破水域に、こびじんになって死にたくはないだろ。いや怖い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 。証拠残さずに殺すには大丈夫、だいぶいいんやろうけど。やか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 、あはこんこん、自分でも言ってて怖くなってきた。自分でも言ってて怖くなってきた。そういうね、なんか昔そういう映画見たことあんのよ、昔。覚えてないけど、ほんまにどんなタイトルやったか。あれは見てて気持ち悪かった。だからこそそういう知識があるわけです。すみません、嫌だわ。自分で言うても嫌だ。悪いので、本日の作業を休ませてもらえないでしょうか。そうか、では無理をせず休め。他の者には私から伝えておこう。はい。頑張れば頑張っただけ報酬も増える。それは頑張らず君もなら。ありがとうございます。いいね、そういうのいいよね。対価に見合ったものがあるとね、
したっていうものはやる気になるものよ。お、リンゴライス。